自分ではそこまでするつもりはなかったのに気まぐれでやっちゃって、申し訳ない気分になる時ってありませんか？まさかそんな結果になってしまうなんて、だからこそ僕は、そんな自分の才能を恐ろしく感じてしまうことがあるのです。皆が部を志すものであるならば、一つ覚えておかなくてはならない。どれほど体を鍛えようと、どれほど頑強な筋肉を持っていようとも、生物には必ず弱点が存在する。それすなわち筋肉を持たず、鍛えようがない箇所、顎、頭部、溝落ち、そして股間、どれほどの武勇を誇るものであっても、この弱点を突かれればたちまちに崩れ落ちる。すなわち究極の武とは体を鍛え上げることでも、圧倒的破壊力を手に入れることでもない。これらの弱点をいかに的確に突き落とすか、その技を鍛えることに他ならない。そして今宵皆様にお見せするのはそんな部を極めた弱点狙い撃ち特化のこの車両だ。VCC80、ダルド歩兵戦闘車、2002年から正式配備が始まったイタリア陸軍の歩兵戦闘車です。そもそも歩兵戦闘車とは何ぞやという話ですが、これはアメリカの M113APC のような兵員輸送機能を備えつつも、戦車に次ぐ高い火力を有し、前線での直接戦闘と兵員輸送を同時にこなすことができる車両のことです。まさに色々詰まったオトパックみたいな車両ですね。それ以前からドイツとかフランスで似たような車両の開発はされてましたが、世界的な契機となったのはやはりソ連の BMP1 の登場でしょう。60年代にして高い生存性を誇りながらも高火力と歩兵輸送能力を兼ね備えた洗練されたデザインは、西側諸国に BMP ショックとも呼ぶべき衝撃を与え、以降各国での IFV 開発が加速度的に急がれたそうな。さて、今回の車両に話を戻しましょう。ダルド歩兵戦闘車はそんな IFV 開発黄金期にイタリアで話が持ち上がった車両です。これ以前にもイタリアではカミリーの歩兵戦闘車という自国開発の車両を採用していましたが、まあ見てわかる通りアメリカの M113 がベースになってる車両であり、性能自体は旧式前としたものでした。早い話が、当時イタリアで正式化が急がれていたアリエテ戦車にこのカミリーの歩兵戦闘車ではついていくことができなかったということですね。そんなわけでイタリア軍は73年にアリエテ戦車と一緒に作戦行動が可能な IFV の開発を決定します。そしてこの車両の名前が表す通り、当初の予定では80年代までの正式化が目標でした。しかしながら万年財政難にあえぐイタリアでそんなスピーディーな開発ができるわずがなく、結果新型 IFV 開発は遅れに遅れ、ようやく正式配備されたのは着想から30年近く経った2002年でしたとさ。この時期のイタリアはアリエテやらチェンタウロやら他の車両開発も並行して進めてましたからね。ここまで時間がかかってしまうというのも、まあ仕方ないことなのかもしれません。さて、それではそんな30年越しのイタリアの IFV の性能をじっくり見ていくとしましょう。まずは防御面、車体正面は 22mm の RHA 装甲と 50mm のアルミ装甲による二重配置。ゲーム内の設定ではアルミ装甲は RHA のおよそ半分くらいの判定なのでおよそ 50mm くらい、車体上面は 8mm の RHA 装甲。こちらは砲弾なら無理ですけど機銃程度なら十分防げる装甲ですね。砲塔正面は 25mm の RHA 装甲。ブローニングくらいまでなら比較的安定して弾けます。ただ機関砲クラスは無理なので同じ IFV 相手でも正面からの殴り合いはご法度ですな。続いて側面装甲。こちらは砲塔が 40mm、車体が 25mm のアルミ装甲。砲塔はまだしも車体はブローニングにすら抜かれかねないので注意ですね。後ろの装甲もまあ似たようなものなので割愛。車内のモジュール配置は他国 IFV の例に漏れず車体正面にエンジンを配置。上縁区画までの間に 6mm の RHA 装甲を挟んだ空間装甲。正面から車体への攻撃には想像してる以上には耐えます。続いて機動力。車重 23.5 トンと軽量な車体に520馬力の強力なエンジンを搭載しているため、出力重量比は 22.1 と優秀。最高速度も前進70キロ、更新32キロと満足できる機動性を確保しています。しかしぶっちゃけこれだけ見ると他の IFV と変わりませんよね。この子の魅力はその攻撃性能にあります。まず飛行は 25mm 機関砲。これは同じイタリアの対空砲、シダムに搭載されている機関砲と同系統のもので、発射レートは毎分568と非常に強力。しかも開発砲弾は貫通力 91mm の APFSDS。この辺の口径で APFSDS が使えるのはゲーム的には初ですね。貫通力こそ 91mm とそこまで高くなく見えますが、APDS とかに比べると刺さりやすさや威力も増してるので、それをこのレートでぶちまけるのは大きな強みですね。しかしまだそんなもので満足してもらっては困る。この子の最大の魅力はその両耳に搭載してる対戦車ミサイル。そのミサイルの名前は BOW2B。BOW はバイオオーガニックウェポンのことでその名の通り生物化学兵器です。イタリアに本社を置くアンブレラ社が開発したこの世にも恐ろしいミサイルはこれまでの兵器と一線を画します。着弾時に強力な感染力を持つウイルスをばらまき、周辺の敵を殲滅。さらにそれだけでなく感染した敵は生ける屍とか死本能のまま周囲の生存者を殲滅する兵器へと転換。さらにミサイルの中にはウイルスだけでなく完成された生物兵器も封入されており、着弾地点から展開し、進行を開始、こちらの命令に忠実に従いながら敵本陣を目指します。そのあまりにも非人道的な兵器の特性上、国連により使用が禁じられている兵器ですが、今回満を持してゲーム内に登場。世界を恐怖に陥れた最強の兵器を今こそ君の手に。というのはまあ冗談で、このミサイルの名前は TOW2B。
少し前にアメリカのブラッドリーで実装されて猛威を振るったミサイルですね。このミサイルの特徴はアニメーションを見てもらえばわかる通り、車体天板付近で炸裂すると真下に加害するいわゆるトップアタックができる点にあります。戦車というのは正面から敵の砲弾を弾くことを想定して装甲を厚くしますが、上や下からの攻撃には弱いという特性があります。というか正面装甲を厚くする分重量のバランスとか取らなきゃいけないので、上と下はどうしても厚くできないといった方が正しいですね。つまり弁慶の泣きどころならぬ戦車の泣きどころなわけですが、この ATGM はそんな弱点をピンポイントで狙いに行くものなのです。トップアタックの恐ろしいところは装甲で防ぎようがない点もそうですが、例えば物陰や稜線に隠れていてもその上に向かってミサイルを飛ばせば攻撃が通ってしまうんです。まさに逃げ場のない確実に敵を加害する恐ろしい兵器です。今回の動画ではそんなトップアタックミサイルの恐ろしさを存分に見てもらうとしましょう。それでは実戦行ってみよう。なるほど、バイオムト3の落雲地になんでイタリアの装甲車があるのかと思ったが、あそこってイタリアだったんだな。初めて知ったぜ。実はそうなんだ。そして街を恐怖のどん底へ叩き落としたのが何を書く倉庫の BOW2B であってだな。とちょっと待て、早速敵さん来てるやん。逃がさないぜ。よし来た、天板ぶち抜いてたむくんげつは。近接新幹だから直撃じゃなくてもなんとなくなところに放り投げればいいのが素晴らしいよな。さて開幕からいい調子だ。もっと他の敵来ないかな。あそこで味方が撃ち合っているな。岩で見えないがその影にいるのか。物陰の敵ってことならちょうどいい。こいつの有能さを試してみるか。うお、マジで当たった。あらヘリ弾か。綺麗に直撃したな。お、そして燃え尽きて撃破。こいつは気分がいいね。さあもっとだ、もっと敵をよこせ。場所を大きく変えて反対の A が見える位置。何かが A を踏んでいるみたいだが。お、あれか。それじゃあ早速。とりあえず雑気味にミサイル発射。あとは敵の頭上へ誘導して。オーケー、あれはプーマか。最後の力振り絞って拠点取りに来たんだろうが、残念だったな。あんな適当打ちでも頭上で炸裂されたらやられちゃうんだからかなり理不尽な武器だなこれ。まあだからこそブラッドリーの時から悪名高いって言われ続けてきたんだろうけどね。さてその後は特に敵に遭遇することもなくサクサクっと敵のリスケ侵入。多分対空砲がいるはずなんだけど。お、いたいた。ピョコンとレーダーが見えてら。あそこまで見えてら十分だな。しかし木が微妙に邪魔だな。引っかからなければいいが、だがまあ信じてやってみるしかないか。そこだじゃおら、VAK40 撃破。これ背が高い対空砲とかは隠れても位置がもろバレしちゃうし、かなり不利だな。さてお次の戦場はライン側進撃。こうも障害物が多いとミサイルは取り回しが難しいところ。今度は機関砲もうまいこと使っていかないとね。おっと、敵いるやん。多分こっちには木が引かれてないっぽいから後ろから回り込んでやりまっと。ちょっと待て、もう一人来てる。よし、足は止めた。しかしこの弾じゃ奴は殺しきれないぞ。弾薬庫潰しても、まあブローを作動するだけだよな。ってなわけでミサイル号、よし、やはりこの手に限る、XM1 撃破。さて、さっき走り込んでいった敵の後を追いますか。味方の発見報告によるとこの辺から見えるはずだが、お、いたいた。VDM5 撃破、穴ぼこにしてやったぜ。ふむ、A が踏まれてたからその辺に敵いそうなんだけどね。ってなんかヘリルやん、絶対許さん。ち、浅いか。まあ焦るな、まだチャンスはある。奴は必ずその辺から出てくるはずだ。お、いたいた。そこだぁ。命中、クリティカル。機体後部破損。ほぼ無傷ってことだね。うせやろ、あんなに当てたのに。ヘリ相手に機関砲のしかも APFSDS なんだ。エンジンとかパイロット潰さなきゃ話にならんて。今度は確実に撃墜。てかこの機関砲恐ろしく当てやすいな。弾速速いしレートも速いし垂れないから狙ったところに素直に当たるぜ。ふっふっふっ、気がついてしまったようだね。その通り、この 25mm はシダムと同じ 25mm 砲だからな。実質対空砲みたいなもんなんだぜ。だからほら、向こうから飛んでくるあんなヘリ相手だって。おう、早速命中。む、ちょっと戦車が足りてないか。だがまだまだ。そこだぁ。うし、クリティカル。機体後部破損。無傷だな。納得いかねえ。クリティカルってなんだよこの野郎。ちょうだー、コブラ撃墜。今度こそ落ちやがれ。こうしてまた、ヘリたちは憎しみを重ねていくんやなって。憎しみは何も生まないというのが、ヘリだ。殺せ、奴を殺せ。この辺。お、命中、クリティカル。機体後部破損。無傷だな。だからなんでだよ。機体後部破損してるんならもげて墜落とかしてもいいだろっくん。甘いな吉田くん。甘すぎるよ。何年この惑星にいるんだい。この惑星のヘリのタフネスさを忘れたわけではないだろうに。奴らは死を潰されても飛び続けるまさに BOW 的な存在。だからその存在が塵になるまで。こうして撃ち続けなければいけないんだよ。そうだった。初心忘れるな彼だな。さて A の中に敵がいたはずだが。お、なんだもう終わっちまったのか。てかちょっと待て。なんか音するんだけど、あの特徴的な構造物のシルエットは。
あら多分ブラッドリーだな。面白い。どちらが本当のトップアタックミサイル使いか勝負といこうじゃないか。まずはしっかり物陰に身を隠してそこだぁ。そ、さすがにあの構造物は抜けないか。しかし2発目で離体破壊。次でチェックメイトだな。ミサイルの装填を待ってから少し場所をずらして、ここだな。狙って狙って、吹っ飛びな。そうだぁ。ミスターブラッドリー撃破。今ここにて世代交代が行われた。どちらが真のトップアタックミサイル使いか。直接対決の結果、イタリアの30代色男がアメリカの将軍を打ち破り真のトップアタックミサイル使いとなった。時代は色男を選んだのであった。てなわけで最後の試合は3キル3撃墜で勝ちました。車両の特性上、1試合で10キルとかできるような車両ではないので、キルフラグ動画みたいになっちゃったのはご理解いただきたい。しかしそれでもこの車両の優秀さについてはしっかりお見せすることができたんじゃないかなって。イタリアについに登場した念願の IFV、 その強さゆえに間もなく BR が上がってしまいますが、上がったところでそこまで大きな影響があるような車両でもなさそうなので、 IFV マニアの方はぜひ目指してみるといいと思います。それでは本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。